はい、どうも。普段全く夢を見ないんですけども、二度寝するとなぜか夢を見やすいミストです。はい、本日はですね、こちらの鬼滅の刃コラボ記念ループガチャについて引くべきか解説ラジオの方を撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速ね、結論から申し上げてしまいますと、こちらの鬼滅の刃コラボガチャは一旦ステイないしスルーでいいんじゃないかなと思っております。ということでね、今からその理由をつらつらとお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。で、まずね、一番の理由といたしまして、このね、バナーナイ3キャラなんですが、現在の逃走野手、そして花丸投手、逃走投手において超絶必須、もういなきゃ困るっていう存在ではないんですよね。はい、まず炭治郎からお話ししていきますと、炭治郎はですね、まあ、昨日の動画でもお話ししましたが、逃走者の自由枠ですね、あんこちゃんとかワロ友沢とか全財を使う枠にビシッとハマるわけなんですけども、査定面においてそんな大差はありません。はい、まあ金特2種確定するっていうのはめちゃくちゃ強いんですけども、査定が大きく伸びるわけではないので、まあ、サクセスがハマってしまえばそこまで大差は出ないということで、まあ無理して編成しなくてもいいんじゃないかなといった感じですね。はい、ただ、まあ、炭治郎に関してだけ言うと将来性は非常に高いかなと思っております。はい、得意レージ率アップも高いね、最強テーブルを持ってますし、ミート総力上限持ちで金特2種確定、これはね、将来性は非常に高いと思います。今後ね、まあ高校強化だったりね、新高校で使う可能性はあるんじゃないかなと思っております。に対してですね、この他の2キャラですね、まずは善逸くんからお話ししていくんですけども、思考のクローザーというね、査定がね判明したみたいなんですけども、二次得以上の査定を持ってるんですよね。ただこれってクローザー抑えにしか、まあ採用されないということでですね、もうピンポイント補強みたいな感じになってしまうんですよね。はい、まあ投手育成って、まあ、チューブ見てもらえば分かりますけども、まあ、こんな感じで、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9 9体ねいる中のこの抑えのワンポジションだけ大きく査定を伸ばせるということで、まあここ伸ばせるのはありがたいけど、でもここだけっていう感じじゃないですか。はい、だったらまあね、もう全投手共通で、まあ今で言うね、まあキングアーサーみたいなキャラだったら、まあ、もう絶対引けって言ってたんですけども、抑えだけピンポイント補強っていう風に考えてしまうと、まあ、そこまでぶっ壊れではないですし、まあ、今後使う場面も限られてくるんじゃないかなといったところで、ちょっとあれかな、まあ、本当に奇遇な性能できてくれたのは嬉しいんですけども、まあ必須枠ではないということで、まあ、様子見しても全然いいんじゃないかなというところでございます。で、猪之助くんも同様にですね、至高の三類種を持ってるということで、三類種育成においては大きく査定を伸ばすことができるんですよね。ただそれ以外のポジションだと、まあ、大打撃しか取れないで、ちょっと大打撃の必要経験点も重い、まあ、まさに大打撃というところでですね、ちょっと使うのが難しいということで、猪之助くんに関しても、はい、まあ、この野手8人いる中の、まあ、至高の三塁手ピンポイント補強みたいな感じになってしまうんですよね。って考えると、うん、まあ、このガチャを、まあ、確定分まで回して、まあ、炭治郎に寄ってくれたらそれはいいと思うんですけども、まあ猪之助ないし、善逸に偏ってしまうと、今後の将来性も含めてちょっとね、その石と見合ってないかなっていうところで、まあ、スルーする理由につながってくるんじゃないかなと思っております。はい、まあ、これが大きな理由になってくるかなと思ってますね。まあ、キャラの性能に関しては昨日動画で詳しく解説しておりますので、そちらの動画をぜひご覧ください。で、このガチャワンループで石何個使うのかと言いますと、はい、まあ、いつもの感じですよね。ループガチャで初回パース30個で PR 以上1枚確定、2回目パース40個で SL 以上2枚確定で、3回目パース50個でバナナキャラ1枚確定ですね、 SR の4回バナナキャラ1枚のみ出現で、5回目バナナキャラの SR 確定で、6回目 SR 選択ガチャ券1枚で、7回目 PSR のバナナキャラ1枚確定というところで370個を使うんですよね。はい、この370個って非常に重たいんですよね。金額で言うと2万5000円くらい、2万4000円くらいか、
はい、まあそんなね、まあ額はまあいいんですけども、結構ね重たい数字になってますので、まあだったらね、だったらまあおそらくまあエビル強化が絶対来ると思うんですよね。なのでそっちのまあ攻略ガチャに備えておく、ないし、なんかね例年ねオータム記念みたいな、あの秋のね祝賀会ガチャみたいなのが来るんですよね。そこでおそらく今必須枠になってる野球マスクとかジャスミンちーちゃんが復刻するガチャが来ると思うんですよね。なのでそこに石を貯めておくのが、まあ、ベストなんじゃないかなと思っております。はい、まあ、ただ鬼滅ファン、もう鬼滅を愛してやまないっていう方はもう全然ね引いちゃっていいと思います。まあこれコラボ愛っていうのは、ね、私一番尊重しておりますので、まあ、そんな方はねぜひね全キャラコンプして、はい、まあ、サクセスで活躍させていただきたいなというふうに思っております。はい、でそのステイするって言ったんですけど、さっきそのステイする理由につながってくるのが、こちらになりますね。ちょっとロードが長いんですけども、はい、この無限ダンジョンの、はい、右側ですね、2021年10月1日から選択可能になりますということで、この柱の3キャラが、まあ、実装されるんじゃないかと言われてるんですよね。はい、でまだ性能とかちょっとわからないんですけど、もしかするとこっちの3キャラの方がぶっ壊れてくるっていう可能性もなきにしもあらずなので、まあガチャ期間も長いので、この3キャラの性能、まあおそらくナミキちゃんが教えてくれると思うんですけどね、が出てから、まあこのね炭治郎の方を引くかっていうところをね見定めていただけたらなというふうに思っております。はい、まあ、6体もいれば、まあ、環境にぶっ刺さるキャラ、まあ、炭治郎はね今見事に刺さってるんですけども、もっと強いキャラこのね3キャラの中で1人はいてもおかしくないので、はい、まあそのキャラの性能が出てから、うん、今のねガチャ引くべきか判断するのがいいと思います。だってコラボ期間9月16日から10月18日1ヶ月以上ありますので、はい、もう全然焦る必要はありません。もう現状のね、まあ、逃走野手だったら逃走野手のテンプレデッキ、まあ、花丸投手でもいいですし、逃走投手のデッキで、まあ、難なくサクセスできてしまいますので、まあ、現状はもう様子見でいいんじゃないかなと思っております。まあサクセスやりながらね、この無限ダンジョン報酬も美味しくなってますので、そこをねガンガンプレイしていただいて、はい、アイテムを潤わせて、そしてサクセスで強い選手作っていただけたらなというふうに思っております。はい、まあ、そんな感じでしょうかね。うん、まあ予想通りってわけではなかったですけども、そこでぶっ壊してこなかったですね。まああのパワポの日のガチャが開催している時にですね、鬼滅のガチャに備えた方がいいですかっていう声もいただいてたんですけども、まあパワポのガチャにぶっ破して全然良かったんじゃないかなと結果的にはね思っております。はい、まあパワポのガチャのね中身のキルルとかね、まあ、演武とかの演技も全然もう超絶必須枠になっておりますので、はい、まあ鬼滅は一旦様子見というね結論で今回の動画は終わりたいと思います。はい、ぜひチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。では失礼します。 See you。